よし、はい、鎌田 in マウント富士出発です。オチもない、何もない、ただのみんなが歩いている動画。まだ車道これあんま意味ないな。でこれね、目細虫食いってね、鳥になりますね。虫食いってつくので虫を食べます。で虫もどんな虫かというと、こういうあのこう植物につくあのガの幼虫で、こんなちっちゃい、何かぶら下がってるかもしれないんですけど、スーッていって、こういうちっちゃい虫を食べたりしますね。なので虫食いとね言われていますね。で私たち虫好きな人、すっごい虫好きな人って言います？私どっちかって子供の頃嫌いじゃない方だったんですよね。で、まあ、唯一ダメなのはゴキブリなんですけどゴキブリでごめんなさいみたいな感じ嫌なんですけど、虫は嫌いじゃなかったんですけど、大体今の人虫嫌いとかって言いますよね。だけど虫がいないとこの子たちは暮らしていけないんですよね。で他にメボソムシ食いの他に仙台虫食い、仙台って名前つくんですけどね、仙台虫食いってね鳥もいたりするんですけど、あ、仙台虫食いはどうやって鳴くかというと、焼酎いっぱいグイーって鳴くそういうの聞きなしといって、昔から日本人は知れ豊かだったんですよね。やっぱり日本人っていうのはこういう鳥の声を人間の口真似をしてあの楽しんでいたんでしょうね。なのでそういうのがあって、他にね、ほうじろだとね、札幌ラーメン味噌ラーメンって聞こえた人がいたみたいですね。でそのようなねことを言って楽しんでいて、でその虫たちがいるからこそ鳥が暮らせますよね。で鳥がいなくなったら、今度その虫がこういう葉っぱを全部食べてしまったら森がなくなりますよね。でそうすると私やっぱり人間が暮らしにくいんですよね。なのでどんな生き物もいいバランスでいないといけないんですよね。でちなみに夜あのガとか食べる虫がコウモリ、虫を食べるのはコウモリがね食べますね。さっきからの山道から一転して土が変わりました。開けた。だいぶ目的地に近づいたみたいです。なんこの辺でしたね、なんかお花だ。あ、本当だ、花びら咲きました。今年遅かったもんね。あ、そうです。なんか周りあのシャクナゲにあの目を奪われてます、ね、奪われがちなんですけど、この周り小さいねお花が、ポケモモのねお花が小さい白いのが咲いてます。でその周りのそのモスっていうか、まあ、モホモホしてるのはさっき言ったチー類の仲間、花ゴケっていうのは、ゴケって名前ついてるけどチー類の柔らかいかと思ったら硬いです。意外に硬いんですよね。ふわふわしてない。あの丸太ぐらいの足がいいかな。あ、硬い結構なんだろう、ですね、なんかサンゴとかみたいな感じ。ジオラマっぽいですね。でこの小さいのが、この実が赤くてちょっと甘酸っぱくて美味しいんですけど、この実がプロフィスの薬だということで、この富士山に木の花咲夜姫とお姫様はそれを求めて登ったと言われています。でその方は絶世の美女だったので、その美しさを永遠にしたいということで登ったらしいです。なので今鎮座しているのは、あの富士山に鎮座しているのはその木の花咲夜姫というお姫様になります。で彼女はとても気が強いので、美人が多いと富士山顔を出しません。でこれから富士山見えた時に、見えたらああと思って、見えなかったら私たちやっぱりねって思ってくださいね